もさ、ヨピロぜ。ということで今日なんですけれども、質問コーナー。もうだいぶなるんじゃない?最後に質問コーナーやって。久しぶりにね、皆さんからちょっとご質問をね、いただいて、まあ、回答していこうかなと。インスタと YouTube の方で募集しました。多分質問あんま来ないだろうなと思って、その二つでやったんですけど、あら意外と、来ちゃってですね、YouTube 編とインスタ編と分けたいと思います。で、今回は、インスタ編。まず一つ目。オフ会やってください。いや、もうこれ、質問じゃないね。いきなりの要望。この前大阪行った時に、ちらっとオフ会やりましたけれども、まあ、オフ会をね、やるというよりかは、先にちょっとこう、動画をコンスタンスにちょっと出すっていうことをまずして、もうちょっとこう、登録者が伸びて、なんか見る人が増えたらちょっとオフ会また検討しようかなっていう感じですかね。ちょっと今はあんましたいとは思わないかな。次、来年度から社会人で一人暮らしで大学生の彼女と半同棲みたいになるのですが、同棲する上で気をつけることとかありますか。うわ、早速の同棲ネタまあ、ぶっちゃけ俺同棲に失敗した男ですから、続いてるわけじゃないからね。気をつけることっていうか、まあ、なんだろうな。同棲する上での、その、生活のルールは決めといた方がいいと思います。もうこれは絶対。なんていうの?その、家事は誰が何をするかとかさ。お互いがね、全部できればいいんだけど、やっぱ得意不得意があったりするわけよ。で、やっぱ結婚生活とは違うから、好みで家事を分担してもいいんじゃないかなと思うし、洗濯は私がするとか、じゃあお風呂掃除俺がするよとかね。担当があると、それに責任が生じるわけですから、こう怠ったら責められるわけですよ。だからそういうの何も決めずに生活しとくと、自分ばっか選択して相手全然選択してくれないとかさ、なんかこう不満がやっぱ出てくるわけよね。だからそういうルールとかは決めといた方がいいかなと思います。まああとはお金の問題とかね、家賃とかその水道光熱費とか、なんかそういうのどうすんのかとか、なんかそういうのもしっかりやっぱ決めとくべきところなので、だからそのだらだら一緒にいたいからっつうので同棲を安易にね決めない方がいいんで、やるならやるでそういうところはしっかりバシッと決めて同棲を始める方が間違いなくいいと思うので、ぜひ頑張ってください。次、おすすめのカフェありますか。おすすめのカフェ福岡ね。ザンドゥ。あれ、ザンドゥって読むのかな ?X&D って書いて、多分ザンドゥだと思うんだけど、あそこ結構ね、雰囲気いいし、ブリュレラテみたいな。ラテの上に、クレームブリュレみたいな、あるじゃん。なんか、パリパリのやつ。あれが、上に、バッてあるラテがあるのよ。あれがね、まあ、かなり甘いんで、甘いの好きな人はいいと思うんですけど、あと、福岡っぽいので言うと、マヌコーヒーとかね。結構、福岡、市内、ポンポンポンってあるんですけど、ジュリーディーが行ってたね、役員のとこに。マヌコーヒーね、すごい好きですね。イビさんが今年挑戦したいこと。毎年なんかね、挑戦してるんですけど、ちょっとツイッターでは話したんですけど、仕事、ブライダルから新しいお仕事をちょっとすることになって、ちょっと今は言えないんですけど、その仕事がかなりこう、なんだろう、挑戦的なことではあるので、そっちをね、頑張りたいなと思う。まあ、あとはね、YouTube。まあ、こうやって一人の時間が増えるんで、YouTube をしっかりちょっとやってみて、ちょっとこの1年どうなるかというのを見定めていきたいかな。次、来年度から一人暮らしが始まりそうで、今から不安が止まりません。一人暮らしってどんな感じですか?やっぱね、不安はあると思うけど、一人暮らしっていうのは、やっぱやっといた方がいいなって思う、男女共に。自分のこう生活スキル。を上げるにはもう一人暮らししかねえなって思うよ。やっぱ実家暮らししてるとやらないこともあるわけよ。料理とかはさ、しようと思えばもうできる、洗濯もできるんだけど、まあお金の面とかね、そういうマネーフローとか、実家暮らしじゃ身につけられないスキルとかもやっぱあるんで、一人暮らしはね、やっぱ絶対した方がいいっていうのと、まあ不安っていうことなんで、オートロックなのかな?わかんないけど、何回?もうそういう、まず家を一緒に見てあげたいって感じ。そういう防犯上よ、オートロックの、ま、物件で、できるだけ高いところの部屋なのかとかね、まあ、そういうところも大事ですし、お金のところはしっかり、なんだろう、支出管理のアプリとかもあるんで、そういうのを使って、お金は、まあ、計算していただいて、まあ、あとはね、一人暮らしなんで、生活スタイルっていうのは本当に自分で決められることなんでね、そういう同棲とか、他の人がいるわけじゃないんで、自分なりの生活スタイルを見つけていければいいと思います。ただ、気をつけたいのが、やっぱり、不規則になりがちなんで、もう超夜更かしみたいな、もう俺みたいにね、超夜更かししちゃう感じになっちゃうので、まあ、そこを気をつければいいんじゃないですか?答えになってる?大丈夫?次です。ゆうぴーの理想のタイプを教えてください。あ、俺の理想のタイプ。歳なのかな?わかんないけど。外見は、そんなに昔ほど、こだわってない。もうだから完全にその母性のある人ですよ。家事ができるみたいなところだし、もっと言うと俺を完全に引っ張ってくれる人。俺が引っ張っていく時代は終わった。俺多分年齢的に
年下が悪いとかそういうことじゃなくて、精神的なもので俺を引っ張っていってくれる人なんだろうなって思う。部屋綺麗だったりするけど、結構俺もだらしないところはね結構あったりするんで、そういうところを叱ってくれる母性がある人がタイプですかね。次、イビさんのお箱は何ですか。もしよかったら歌ってください。お箱赤いを知ってたのに、愛をやってくれるのに、愛やってくれ、愛のままで。はい、では次いきます。よう、この糸は変顔でお願いします。あ、糸たーての糸はあなたよ、この糸は私。いいかな。いや、急にネタっぽくなるの何これ。次、質問です。この夏やりたいことありますか。これからも動画楽しみにしてます。だってありがとう。何やりたいこと。まあ、この時期にお別れをしたっていうのもあって、多分そのデート的なこと、女の子とデート的なことは多分もうないと思うんですよ。女の子とプール行くとかさ、海行くとか、花火大会行くとか、なんかそういうのはできないと思うんですよ。だから友達とみんなでキャンプ行きたい。てかもう違うんだよ。ずっと参加できなかったあの YouTuber キャンプ、あれに今年参加したい。第1回と第2回は行ったんですけど、3回4回はもうあのこの福岡に来てから行ってないですからね。さすがにちょっと参加したい。まあ花火大会募集してます。次、人間関係がうまくいかないんですが嫌われる勇気はありますか。嫌われる勇気、嫌われる勇気しかない。うん、もちろん自分のことを嫌いになる人だって当たり前にいるじゃん。人としておかしいこと、非常識なことっていうのは、まあ、しないのはその前提ね。まあ、自分の性格としてね、その相手と会わずに相手から嫌われるっていうのはね、もちろんあると思うんで、そこを恐れてコミュニケーションが取れなくなるっていうのは損してるよね。だったらこう、なんだろう、本当に自分と会う人っていうのを見つけるためにこういろんな人と関わって、いろんな人と喋って見つけたってなる人生の方が絶対楽しいと思うし有意義だと思うんで、そこが僕の考えなので、そんな感じで考えるといいかなと思いますよ。はい、ということで以上でございました。質問コーナーインスタ版ということでいかがだったでしょうか。まあ、次回は YouTube 版の方で、質問コーナーやりたいと思うので、ぜひ皆さんそちらもチェックしてみてください。ということで終わりたいと思います。ゆうぴーでした。さようなら。